皆さんこんにちは。旅が大好きなラブポートです。 G'day, it's Love Port, the travel lover。 今日はプーケットに到着した後、オールドタウンを歩き回った日の様子をお伝えします。空港抜けてすぐ緑がボバババババって出てきて、やっぱ気持ちいいんだな。お、マンゴー落ちた。これ道端で買うのもありだね。山を越えてビーチの方に。いいよ。これ見て、海超綺麗。そっちの方とか止めちゃいけないのかな。頭突っ込みで。ルールなさそうじゃない。そしたら海見えるよ、こうちゃん。ここに頭突っ込みで。ダメか。Google マップで探し当てたビーチ。めっちゃ綺麗、人いないし。ほら、ここら辺に座ってられるよ。いやー、おー、穏やかじゃん。日陰もあるし、めっちゃ良くない？全然人いない。適当にたどり着いたビーチがすごい綺麗。いやー、この色とかは携帯の映像じゃ伝えられないですね。超綺麗。ラブポートトラベル愛の旅では、旅が大好きな光一と愛がいろんな場所を旅している様子をお伝えしています。ご飯時間。おん、フォカッチャだから火入れた方が美味しいんだろうけど、いただきます。すっごい海綺麗なの。あ、多い。あ、これでさ、あのサングラスかけたらめっちゃ綺麗に見えるっていうやつじゃん。綺麗なビーチ。たくさん歩いてるの。本当はほら、見える、見える、わかるかな。カニ太郎、カニ太郎。沖縄みたい。頼みました、はい、これとこれのミックスで30バーツ。だからリゾート価格じゃない。うん、青菜とかで買ったら60だよ。うん、60だよ。それ来例価格じゃない。うん、来例リゾート価格で。しかもこういうのもやっぱり売ってるよ。エビとか美味しそう。持ってるよ。お昼時だから周りには人がめっちゃ集まった。お昼時じゃないか、お昼ちょっと過ぎだ。すごい、これ多分 500ml くらいあって。あるかな。ある。30バーツだから3、4、12、120バーツ。今いるのがそこで、違う、ワン、ツーが空港らへんじゃん。
で、今日行くのはこっちの方。結構でかいよね、ほんと。うん、大通りに入ってきた。すごい綺麗。何の建物だろう。人ん家？プーケットは都会で道がすごく忙しい。ホテルのレセプションもちょっとマレーシアっぽい。牢屋みたいな部屋。入り口。ただいま。広い。私ガム踏んじゃったわけ。プーケットで都会すぎる私には。なんか一人でお話ししてるコマちゃん。どうですか、この中にいるとさ、うん、調子こいてさ大丈夫だと思うじゃん。うん、ダメ。多分追加。あ、そっか。そこでちゅう、ね、これなんかステアケースも可愛い。各フロア違う踊り場が、ね、うん、いいね、うん、ダンサー。ギフトショップ、コーヒーショップ、本当だ、セブンイレブンある。酸っぱい匂いしたね。やど右かな。とりあえず観光地に向かって。なんだろう、焼き物屋さんだったな今。暑いんだ。すごい。わ、おしゃれ。あ、シンガポールっぽい。超かわいそうだよね。逆光には逆光の良さがあるんだけど。プミポン様通り。すごいね、なんかペナンとか。シンガポールとも違うんだけど、ペナンっぽくない？ペナンっぽい。ペナンっぽい。ああ。おお、王様。プミポン様。あ、うん、おー綺麗。形が、わー可愛い。形がなんかいい。こう小指かけるところがあるし。風が来たって感じ。プーケットはね、観光地なんだ。街が、わーいいっていうのよりも、オールドタウンはもうお土産屋さんの集合体みたいになっていて、こういうアートとかもちょいちょいあったりするんだけどね。観光地とかが大好きな人はいいのかもしれない。お、マンゴー来て。かわいいピンク。ドリアンは臭い。マーケットのことだよ。まあ観光地だもんね。
暑すぎてコーヒー屋さん入ってきた。お、美味しそう。お兄さんのおすすめはアイスアメリカードのオレンジかワイルドベリーニトロだったけど、これの方が飲めなさそうだったからワイルドベリーニトロにした。で、こっちかな、タイ紅茶。 It's too bloody hot。 おしゃれなカフェ見て、うちの螺旋階段みたい。暑すぎて疲れちゃってる。だからさ、私いつもコーヒーはホット派なんですけど、やっぱホット飲む気にはなれないもんね、暑すぎて。多分脳みそ爆発しちゃう。暑しか出てこないね。すごい光ってるね。そうだよ。レスシュガーって言えばよかった。いや、ちょうどいいよ。あ、そう。私は多分コーヒーとベリーのやつ、コーヒーカクテルみたいな。おー、あ、美味しい。なんだおい。あ、なんかベリーが入ってて酸味系だ。まあそれはベリーだもん、酸味系だよ。美味しい。どうして？爽やか。コーヒーだよ。でもベリーが沈んでてさ、ずっと甘いみたいな。なんかこんなの飲んだことあんな。あ、そう？どっかで。そう、焙煎してるんじゃない。2016年オープンです。ここでやってんだろうね。美味しいコーヒーでした。コーヒー飲んでる間にちょっと涼しくなってきた。涼しいっつったってあなたまだ32度ですよ。このさ、防虫剤の匂い嫌だよね。防虫剤だ。うん、お湯拭く屋さんの匂い。マッサージしていかない。そうだね。お水もいただきました。あ、お水じゃないか、お茶か、ハス茶かな。へえ。ハス茶。なんでチェンジの方がいいじゃん。すっきりして。はい、オッケー。準備できた。ああ、おばちゃん平気だった。マスクしてたかな。いい髪型してるよ、こうちゃん。パッパラパッパッパめっちゃ綺麗。キムさん、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 キムさんってめっちゃ書いてある。すっごいいい匂いのタオルでした。ここのタオル、キムさんち。皆様のコメント楽しみにしています。夜の方が美しいね。そこカフェだよ、こうちゃん。プーケットの九州が今7時半。夜の感じいいですね。マッサージ終わって疲れがちょっと取れて、うん、カフェって書いてあるじゃん。だから食事屋さんじゃないから人がいないんだよ、こうちゃん。ねえ、夜になると空気は生ぬるいけれど、まだでも気温31度。やっぱお日様の力がすごいってことなんだね。
ープにしよう。だってローカルって言ってるんだからローカルの食べなきゃね。はい、プーケットってタイの南の方じゃないですか。だからマレー半島の食事とかも混ざってるらしいんですね。だからローカルフードから私はホッケンヌードル食べてみようと思います。何にする？こっちがいい。でもプーケットヌードルの方がいいか。プーケットの名前がついてるから。お願いします。パッタイシーフード OK。 ノンスパイシー、プリーズ。 No, no, spicy. I separate chili sauce. Thank you. And I'm going to have Phuket noodle. Some chili separate for you. Okay. やっぱ観光客対応慣れてるんだね。全部チリはサイドに持ってくるんだ。うん、ぬるい。うまい、しょうがない。ヌードルばっかりやん。あ、ソムタンじゃん。いや、ソムタン、イエス。ソムタンも。ああいう方がいいよな。ソムタンもいいよね。あ、何でも話しかけてくれる方がいいよね、うん、はっきりね。そうすれば、そうです、そうですってさ、うん、こっちもさ、ルーが、こいつのルーが食べない。ノチリ、あ、ノチリ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 、オケーカー、パパヤサラ、トメタン、オケー、エンジョイイティング、ありがとうさ。元気、元気、元気ですよ。だからいただきます。ちょっと食べてみようか。ゲーム出てきた。一個も辛くない。あ、辛くないわけがない。あ、ちょっと辛い。やっぱね、こうやってやってるところが染みついてるから。そうしょうがない、それは分かって。でも非常に辛いというわけではない。このね、茶色い匂いだからこうちゃんは嫌いかな。エビも、いただきます。本当にマレーシアっぽい味。水飲みね。フィニッシュです。嘘でしょ。え、食べなさいよ。サムサムも。ダメ。ね、マレーシアの味でしょ。食べられちゃった。全部食べた、珍しく。お店のお兄さんが鬼滅の刃を見て日本語を覚えたらしく、だって3月から勉強してるって言ったんだよ。3月から。だと思うよ。いくらだった？こうちゃん大して食べてないんじゃないの？食べられた。よかった。ありがとう。ありがとうございます。はい。おはようございます。はい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃいって言われた。どっちだ、お家。そっち歩いてからね。トムヤムくんレストランでした。美しい。あ、oh, it's okay. Okay, okay. ここら辺茶色い味の食べ物だったですね。今私食べたの、やっぱ福建省の人たちが1891年頃にここにお寺を作ったらしいんですけど、すごいね、素敵な感じですよ。だからやっぱバンコクの人たちとは
ちょっと顔が違うんですよね、プーケットの人たち。お寺の奥の方は今工事してるみたいなんですけども、ほら、でもこういう装飾ってどうやってやんの？これほんとプラナカンと一緒だよね、っていうかそうだよね、福建省の人たちなんだって。スズメ。お寺は工事中。装飾がすごい綺麗なの見て、陶器、陶器で立体的。グラフィティ通りね、ガチャガチャしてるね。あ、ヌエボンだ。ヌエボン、おしっこ臭い。ガチャガチャしてる通りに来たと思ったらヌエボン発見した。これは知らなかった。いつ書いたんだろう。いつって書いてないね。どこだ。え、めっちゃ可愛い。ほら、スプレー発してんの。見て、カラフルなインクをぶちまけてる。ムエボン。可愛い。大きいですよ。街の真ん中に急にムエボン見っけた。タイが好きな方、バンコクによく来る方だったら見たことあるかもしれないけど、ムエボン。東京にも時々あったりします。ほら、タイに来るとこのシール見たことあるっていう人 いると思うんですけど、これがムエボンです。いろんなところに貼ってあるよ。あ、今行けんのか。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。プーケットの旅いかがですか。プーケットって他のタイのエリアとやっぱちょっと違う感じがしますよね。興味深いです。 Thank you guys for watching. See you next time.